皆さんこんにちは。愛犬家住宅を推進していますセラフィーの本です。愛犬との暮らしに関する些細なご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。今回はチャウチャウについてご紹介いたします。チャウチャウは中国では少なくとも2000年前に知られていました。もともとは鳥のハンティングや家畜の護衛、ソリ引きなどにも使われていました。食肉や毛布のために繁殖されたチャウチャウもいるそうです。現在では主にペットとして飼われており、打ち解けにくい性質で家族にはすごく愛情深く接しますが、見知らぬ人を警戒する傾向もあります。支配性が出ることもあるので、しっかりとした訓練や早めの社会化が必要なようです。運動はほどほどで大丈夫なようですが、毎日の散歩で精神的な刺激を与えると良いでしょう。以上でチャウチャウのご紹介について終わります。愛犬との暮らしに関する些細なご相談がありましたらセラフィーの元までご相談ください。